はいどうも、秘密結社の総帥ハッチーでございます。今回はですね、今夜も結果の11月15日分の前半ということで、この日は結構たくさんのレースをね取り上げたんで、その中でも福島記念、そして喜菊賞、福島2歳ステークス、東京5レース新馬、そして東京8レースの3歳以上1勝クラス、こちらのレースをですね振り返っていきたいと思います。まずは福島記念なんですけどね、まずはバイオスパークが勝って、2着が一番人気バンケドミンゴ。バイオスパークなんかね、もうちょっと人気なかったはずなんですけどね、ネット競馬のね想定図で予想をした段階では4番人気になるんじゃないかぐらいのね人気具合だったんですけども、あとテリトリアルもそうでしたね、10何番人気だったと思います。売れたね、かなり売れましたね。こういうのはね最近来るパターンですね。テリトリアルに関してはハンデがね想定より 0.5 軽くついたんでね、これはどうかなと思ってたんですが、0.5 だしな、人気薄だしと取り上げずに終わってしまった結果こうなったわけです。それにしてもですね、大体そういう意味では当日人気が予想以上に売れてる馬、ネット競馬の想定にオッズ以上に売れてる馬で大体最近のねオープン特別以上のレース決まってる気がします。そしてですね、バイオスパークがこの勝利で池添健一騎手がですね全10乗重賞制覇を達成しました。オルフェーブル3区で達成したあたり運命を感じますよね。これ動画1本撮っときゃよかった、撮るか。そんなわけです。はい、喜菊賞こんな感じですね。ネット競馬の想定人気順では実はアドマイアザーゲの方が人気だった、多分 POG 人気でしょうというところなんですが、指数的にはクイーンズラベンダーのシンバの方が素晴らしいという感じで印を打ったところ、こうなりました。アドマイアザーゲはロジユニバースの弟、こういうねクラシックホースの弟がですね、母高齢になってかなり年が離れてからもう一発あるっていうパターン、近年で言うとアンライバルドがそうでしたね、兄フサイチコンコルドで、キズナも姉ファレノプシス、そんな感じでね、アドマイアザーゲもワンチャンあるんじゃないかななんてことでね、このパターン期待をしてもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。そして福島2歳ステークスなんですが、ルクシオン、これがですね勝ちました。九州サンバですね、これ生まれんでいうと一応予想の印的には2080円ってところですね。1番人気2番人気この、この1着2着か1着2着ともネット競馬の想定の人気順よりね、これもかなり上の、かなり売れてるなと思ったら勝ちましたね。そしてルクシオン九州サンバです。九州サンバが複数2歳のオープンを勝つのもひまわり賞で57キロで出走馬が出てくるのも、それぞれカシノリファール、そして光栄ローマンがいた1997年以来ということで23年ぶりということになります。その辺はね結構狙ってはいたんですけどね、これどっち本命にするか本当に迷ったと、最後に迷ったんですけども、馬券的には本当は馬単勝ってた。それにしてもね、大体最近はネット競馬のね想定人気順より売れてる馬が来るっていうパターンが確立されている気がします。そして東京5レース新馬、ちょっとね新馬馬券的には人気チェックなんですが、人気通りなんですが、新馬チェックのね動画的にはちょっとこう優先順位の低い馬から来てしまったなという感じでね、ちょっとテンションが下がってます。そして福島8レースのね1勝クラス、こちらでもね僕の出資馬レミニシェンザが3番人気12着好スタートから下げて後方ままという競馬でね、ちょっと気象的にオルフェーブル3区で問題がある馬なんで、生かしちゃった方が良かったのかなっていうところ、そして立て直しにねちょっとかかりそうかなってとこなんですが、こういう立て直しはね希少難の馬の立て直しっていうのは山口ステーブルさんが最近動画でよう出してますけども、ノーザンファームさんの方が技術力高いと思ってますのでよろしくお願いいたします。そう言って信じるしかないよね。そんな感じで、やっていきますので、ぜひチャンネル登録、こういうね振り返りとかもやってますのでよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。